ギャラクシー賞は日本の放送文化の向上を願い、優秀な番組、個人、団体が表彰され、今年で61回目を迎えます。テレビ部門で入賞したドキュメンタリー映像24、労組と弾圧、関西生コン事件を考えるは、産業別労働組合活動が組織犯罪として警察権力により弾圧されていく実態をマスメディアとして初めて描いた点が評価されました。また MBS が制作し、去年7月に放送した映像23小児性犯罪と、今年3月放送の映像24記者たち、今年1月放送の情熱大陸小島よしおがそれぞれ奨励賞を受賞しました。